皆さんこんにちは、まるさんです。まるさんのマガジンマガジンということで、気になる雑誌をちょっとレビュー取り上げて紹介してみたいと思います。今回取り上げる雑誌はこちら、ビデオサロン2021年8月号。見てこの特集、インフォグラフィック入門ってあります、ね、ビデオなんでね、動画撮影の本ですよ。動画っていうとね、こっつい実写がメインになってしまうんですが、このインフォグラフィックっていうのはね、いわゆる実写ではなくて、アニメーション、それから比較的目にすることがあるのがプレゼンテーションで動くやつ、YouTube なんかでもね、いろんなアニメーションも上がっていたりとかしますけども、動画をこう画像で動きのあるイラストで表現するというのがこのインフォグラフィックの中に入っています。情報を的確に伝えるデザインと心地よいモーションの秘訣を探るという特集ですね。ビデオサロンでどうしてもね、僕毎月買ってなくて、この気になる特集の時だけ買うようになっちゃってるのがしてますので、気になりましたこれ。はい、では中身を見ていきたいと思います。インフォグラフィックというのですね、ビデオサロン、あとインフォグラフィックができるまでとか、インフォグラフィック制作術、情報アニメーションで伝える秘訣、インフォグラフィックスの発想を、チーム制作のメソッドとメリット、インフォグラフィックに伝えるピクトグラムを作ってみよう、クリエイターが進めるスクリプトセレクション、クリエイターが参考にしているアイデアの引き出しなどなどがあります。ビデオサロンですね、最初が新商品の紹介、それから監督と俳優、演出2人語りのシャープ注目があって、いよいよ特集インフォグラフィック入門になります。これね、今回の豪華かな、この特集のページそのものが実はインフォグラフィックそのものになっているという、ちょっと面白い構造をしています。インフォグラフィックができるまでということで、ライティングした桜田淳さんのインフォメーションデザイナー、桜田淳さんが書いてますね。いわゆる印刷物の、インフォグラフィックのまず話がまず来ています。そもそもインフォグラフィックって何っていうことですよね。よく似た言葉でダイアグラムとか、それから日本ではあんまりないですけど、ニュースグラフィックなんかもこのインフォグラフィックに入っているな、そうかなと思います。人物の相関関係、物事の流れ手順、それから配置、関係性、そんなものを絵で表現するっていうものですね。あと数量なんかもそうですね。ロムソルの敵ヶ原の戦い、東軍と西軍の兵力というので、インフォグラフィックになってます。なるほど、途中で裏切るんですよ。それで最後徳川に勝つんですよ。それがどうなってきたかっていうのをね、グラフィックで表現しています。スポーツなんかもそうですね。このインフォグラフィックの制作フロー、まあ、この辺もね、この辺の説明そのものが文章もありながら、インフォグラフィックそのものになっているというのも面白いです。だからインフォグラフィック制作術ということで、具体的にね、どうやって作っていくのかっていう制作フロー、またこの制作フローもこれ自身がインフォグラフィックで説明されています。もちろん文章もあるんですけどね、この流れを説明するというのも大事かなと思っています。最近本当に思うのは、長い文章をグラフィックに置き換える、逆にグラフィックから、まあ、長い説明文が、ね、必要になるということもあるんですけど、その相互関係の中で僕たちはかなり理解を進めることができるかなと思っています。アニメーションなんかもありますね、それからね、今回の特集の特徴なんですけど、ページが綺麗、グラフィックというだけあってね、ページが綺麗です。情報アニメーションで伝える秘訣というのがありますね。大きいです。今度はインフォグラフィックスからモーショングラフィックスになっています。このあたりが、Adobe のね、アフターエフェクトっていうソフトを使うことが多いんですが、実はこのアニメーションもいろんなソフトが実は出てきています。で、比較的身近なところで言うと、実は PowerPoint とか Apple で言うと Keynote とか、そういったプレゼンテーションソフトの中にアニメーション機能がありますので、まあ、そういったもので作っておいて、細かいところを After Effects で重ねていくなんていう手法も、まあ、あるかなと思いますね。なかなか面白いですね。動きそのものが意味を持つということがありますので、多分ね、グラフィックの文法とか、それからモーションの文法なんていうのがちょっと出てくるのかなって感じしますね。それからインフォグラフィックの発想法、なんか瞑想してます。あ、瞑想ね、心穏やかにする方で、モーショングラフィックの受注制作の流れ、これそのものがまたインフォグラフィックになっていったりとかします。それから視聴者の感性に訴えるインフォグラフィックアニメーション、なるほど、言葉で連想させ視線の誘導があり、感情を表現して、背景色の考え方になっています。なかなかいいですね。参考になる図書、それから参考になるサイトの紹介などもあります。短納期とハイクオリティを両立させるチーム制作のメソッドとメリット、チームでね、チームワークで作るっていうのもありますよね。な
なるほど、いいですね。作業効率化のためのテクニックなんていうのも書かれています。インフォグラフィックに使えるピクトグラムを作ってみよう。イラストレーターで作ってアフターエフェクトで動かす。これね、できるようになると面白いですね。あのイラストレーターのレイヤーかな、レイヤーがアフターエフェクトでやっぱりパーツとして分けられるので、それを上手に使ってね、一つのレイヤーに収めるのではなくて、複数のレイヤーでイラストレーターで画像を作ってアフターエフェクトで動かすなんていうのも面白いテクニックだと思います。いや、分かりやすいなこれ。それからアフターエフェクトでね、この一連の動作を自動化してくれるプログラムで、スクリプトという言い方をするんですが、そのスクリプトのセレクションというので、いくつか販売サイトですね、いろんなスクリプトのが販売されています。あ、無料のやつもあるのかな、そういったものを使うというのもありですね。それから、クリエイターが参考にしているアイデアの引き出しということで、こちらもサイトの紹介があって、これね、いろんな人のサイトを見るとね、例えばモーション動きとか色使いとか形とか、そんなものはかなり参考にできるサイトが紹介されています。というわけで特集がこれで終わりかな。あとは、投稿動画コーナーとか、連載はね、このね、ダヴィンチリゾルブのね、使い方が書いてあるの、これがね、時々役に立つ。あの、無料でね、高性能の動画編集ソフトないですかって聞かれた時に、ダヴィンチリゾルブ紹介するんですよ。これ無料版もかなりいい性能で、まあ有料版にするとさらにすごい性能なんですけど、なかなかね、このダヴィンチリゾルブの使い方の情報が少ないので、このビデオサロンのこの連載を役に立ちますね。それからクリエイティブクラウドの活用術、なるほど。それからドローンでの撮影ありますね。連載の方はそれなりになかなかというか面白い記事があります。あとね、これがちょっと僕の中で役に立ちました。動画広告の基本を学び、自分で入稿ができる、一から学ぶウェブ動画広告ボリューム11。今回のテーマは動画広告の PDCA を回すクリエイティブ。動画ってね、上げっぱなしではなくて、その後それがどう評価されてるか、どう見られてるか、そういったものを、まあ、YouTube で言えばアナリティクスとかで、そういったものを見ながら PDCA を回すっていうのも一つのテクニックなんで、なかなかそこまで手が回らないよっていうのは正直なところなんですが、押さえておくべきところかなと思います。そんなわけで、2021年8月のビデオサロン特集がインフォグラフィック入門です。でね、次がね、また次号予告見ちゃうとね、これやばいな。ビデオサロン9月号次号予告、正しいツールを選択し、失敗を未然に防ぐライブ配信成功マニュアルです。ライブ配信に関する、ね、情報源ってなかなかないので、本当にビデオサロンのライブ配信に関する特集が過去にもいくつかありましたが、本当に参考させてもらっております。またね、9月号でもまたライブ配信の成功マニュアルが書かれているそうなので、なんか次号買っちゃいそうだな。まあ、とりあえず、2021年8月号のビデオサロンインフォグラフィックにも、これ結構おすすめです。書店で見かけたらぜひパラパラと手に取ってみてください。ではでは。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントなんかもいただけるととっても嬉しいです。まあ、こんな形で丸さんの、時々雑誌を紹介するマガジンでした。次回どんな雑誌を紹介できるのか楽しみにしております。それではまた。